もはや EV が本当に地球環境に良いと考えている人はいないのかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、EV シフトは科学的根拠に基づいていない。ノーベル賞受賞者も否定。EV が地球環境に良いとは言えない理由とは、をお送りします。世界の EV 販売台数の伸びは落ち込み始めている。EV シフトは科学的根拠に基づいていないと、ノーベル賞を受賞した物理学者が断言しました。EV は走行中に CO2 を排出しないため、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減につながると考えられてきました。しかし、EV を生産するためには、ガソリン車を作るよりも大量の CO2 を排出するという批判があります。さらに、地球温暖化と CO2 の直接的な関係についても、ノーベル物理学賞受賞者が否定的な見解を示しています。EV シフトや脱炭素化政策は、科学的な根拠や経済的な効果に疑問が投げかけられているのです。今回は EV シフト崩壊に続く脱炭素バブルの崩壊や、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。マスコミは毎年のように気温が上昇し続けていると報道しています。確かに今年は5月のゴールデンウィークあたりから夏日が続き、真夏には40度を超える日も珍しくなくなりました。この暑さの原因は一般的には地球温暖化によるものとされています。地球温暖化とは、大気中に CO2 などの温室効果ガスが増えることで地球全体の気温が上昇する現象です。この地球温暖化を防ぐためには温室効果ガスの排出を減らす必要があると言われています。そして世界中で取り組まれているのが脱炭素社会の実現です。自動車業界ではこの脱炭素社会の実現に貢献するため EV へのシフトが急がれています。なぜなら EV はガソリン車のように走行時に CO2 を排出しないからです。しかし実は EV には問題点が多くあります。例えば走行距離が短いことや充電所が少ないこと、寒い地域ではバッテリー性能が低下すること、爆発延長しかねないことなどです。また確かに EV は走行時に CO2 などの温室効果ガスを排出しませんが、製造時にはバッテリーやモーターなどの部品を作る過程で多くの CO2 を発生させます。実際 EV は製造時にガソリン車の2倍以上も CO2 を排出するというデータもあるのです。しかも EV はガソリン車より高価です。そのため消費者の購入意欲が低下しつつあります。例えば2023年上半期の世界での EV 販売台数は前年同期比 49% 増加していますが、2022年の 63% 増と比べると伸び率はかなり落ち込んでいます。これは EV を購入したいと考えている人たちのほとんどはすでに購入し終えているためではないかと推定されています。そんな中、ノーベル物理学賞を受賞した学者が、EV シフトなんかしても地球温暖化は収まりませんという衝撃的な発言をしたのです。EV シフトの根本的な問題点。EV シフトを否定する発言をしたのは、2022年に量子力学の研究でノーベル物理学賞を受賞したジョン・フランシス・クラウザー氏です。彼は韓国で講演し、インタビューを受けました。そのインタビューで彼は、気候変動や地球の平均気温上昇について驚くべき発言をしたのです。多くの科学者や政治家は気候変動が人間の活動によって引き起こされており、地球環境や生物に悪影響を及ぼすと考えています。しかしクラウザー氏はそれは誤った考え方だと断言しました。クラウザー氏は気候変動が危機的な状況にあるという考え方は科学の危険な腐敗だ。科学的な根拠や論理に基づかずに自分の都合や思い込みで事実を歪めているのだ。気候変動に関する科学は政治家やジャーナリスト、環境保護論者などによって歪められて宣伝されていて、世界経済や人々の幸福を脅かしている、と述べたのです。そして、本当の気候危機など存在しない。気候変動が人間の活動によって引き起こされているという証拠は十分ではなく、気候モデルと呼ばれるコンピューターで作られた予測も信頼できない。気候モデルが二酸化炭素などの温室効果ガスの影響を過大評価しており、その他の自然的な要因を無視しているからだ。気候変動を防ぐために脱炭素化する必要はない。脱炭素化したところで地球の温度にはほとんど影響がなく、むしろ世界各国の人々の生活水準や経済活動に悪影響を与えるだけだ、
と断言したのです。またクラウザー氏は脱炭素化の一つの手段として推進されている EV シフトにも反対しました。EV シフトは欧米や中国の経済戦略であり、科学的な根拠に基づいていない。EV シフトが本当に地球環境に良いかどうか検証する必要があると指摘したのです。つまり、昨今叫ばれている地球温暖化、そしてその対策としての EV シフトは今一度しっかりと考え直さなければならないということです。脱炭素化に意味がない。最近クラウザー氏だけでなく著名な科学者たちが脱炭素政策には科学的な根拠も意味もないと言い出しています。その理由をまとめてみると主に2つあります。まず1つ目の理由は大気中の CO2 濃度が非常に低いことです。大気中の CO2 濃度は 0.04% に過ぎません。さらにこのうち人間の活動によって発生する CO2 はその 3% に過ぎないとされています。つまり人間活動による CO2 の割合は空気全体の 0.001% 程度であると考えられています。このように微量であるため、人間がどれだけ活動しようとも CO2 を減らす努力をしようとも、大気中の CO2 濃度に与える影響はほとんどないというわけです。二つ目の理由は気候変動自体が誤りである可能性です。最近の豪雨や台風の増加については客観的な根拠がないとされています。統計データによれば、台風の数は年間25個程度で安定しており、特に強い台風の発生数も横ばいで増加傾向は見られません。また、豪雨に関しても観測データ上では増加していないという結果が出ています。つまり、地球全体で見れば豪雨や台風は増加しておらず、たまたま人が多く住んでいる地域にそれらがやってきたため、異常気象だと叫んでいると考えられるのです。さらに夏の暑さについても、気候変動のせいではないという意見があります。都市化によるアスファルトやコンクリートの塗装の増加が熱を溜め込んでいることが大きな要因だと指摘されています。ビルの密集によって風の通りが悪くなり熱がこもりやすくなっています。地球温暖化による気温上昇は100年間で約 0.7 度と言われていますが、同じ期間で東京の気温は 3.2 度、大阪は 2.8 度も上昇しています。これは気温上昇が温暖化の影響だけではないことを示しています。このような理由から、地球温暖化が原因で猛暑や豪雨が起こっているわけではなく、CO2 も地球温暖化にはほとんど関係していないというわけです。もちろんこれらの意見に対しては反論があります。脱炭素化に意味がないという主張は、科学的にも社会的にも誤りだというのが、世界の気象学者たちの大勢の意見なのです。このどちらが正しいのかは、もう少し検証や科学の発展が必要なのかもしれません。ただ、いずれにせよ、現在進められている脱炭素の動きの中で、EV シフトが対策として正しいのかというと、かなり微妙だと言えそうです。EV シフトはメインストリームとして定着するのか、石油、ガス、石炭などの使用を減らし、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーへの切り替えを目指す脱炭素化への取り組みは、国の経済活動や日常生活に大きな負荷をかけています。再生可能エネルギーの導入コストは高く、そのコストは最終的には私たち消費者の支払う料金に上乗せされているからです。また、発電をすべて再生可能エネルギーに置き換えようとすれば、停電が発生するリスクもあります。CO2 の排出削減を企業に義務付ければ、太陽光発電の導入や CO2 排出を減らすシステムへの投資が必要になります。この莫大な費用に耐えられない企業の経営状況は悪化し、雇用の減少や経済の衰退も懸念されます。特に化石燃料に依存する途上国は、エネルギー不足に陥り、経済発展が滞ってしまうことも考えられます。つまり、脱炭素を目指すことは、経済の停滞や人々の生活への悪影響を引き起こすことになるのです。このように脱炭素化には一筋縄ではいかない問題が数多くあります。脱炭素化の大義名分を旗印に、欧米や中国は EV シフトに力を入れてきました。しかし、脱炭素化の意味や効果が再考されるようになってきたため、EV シフト一辺倒も見直しが必要となっています。EV シフトがメインストリームとして定着するのか、あるいは他の代替技術が台頭してくるのかは未知数ですが、それに応じた技術開発やビジネスモデルの変革が欧州や中国の自動車産業には求められています。
一方で日本の脱炭素化への取り組みは海外からも注目されています。特にトヨタは EV だけではなくハイブリッド車や水素燃料電池車など多様な技術に投資しています。これは EV だけでは世界中の人々のニーズに応えられないと考えているからです。トヨタ自動車の豊田章男会長は EV 一辺倒ではなく多様な選択肢を提供することが脱炭素化につながると主張しているのです。脱炭素化に固執しないことが重要。日本は新しいエネルギー源の開発に精力的に取り組んでいます。特に注目されているのは3つのエネルギー技術です。1つ目は e-fuel と呼ばれる新しい合成燃料です。この燃料は発電所や工場から排出される二酸化炭素と水素から作られます。石炭や石油のように地球の資源を消費せず枯渇の心配がなく、地球を掘り起こす影響も少ないため環境に優しいとされています。二つ目は小型原子炉です。原子炉と聞くと安全性に対する心配があるかもしれませんが、小型原子炉は非常時に電源や追加の冷却水が不要で安全性が高いとされています。小型であるため設置場所の柔軟性があり、離島や僻地での電力供給や災害時の貴重な電源として期待されています。三つ目はトヨタ自動車と井出光興産が共同で開発している全固体電池です。これまでのリチウムイオン電池に比べより多くの電気を蓄えることが可能で、 EV の航続距離を大幅に伸ばすことが期待されています。また短時間での充電が可能で寒冷地でも性能が落ちにくいとされ、従来の EV の弱点を克服する可能性があります。これらの新しい技術はまだ開発途中で多くの課題を抱えています。しかし課題を一歩一歩克服することで、日本はエネルギー大国としての地位を確立できる可能性があります。脱炭素化に固執するだけでなく多様な技術開発を進めてきた日本の技術が今後どのように世界に貢献していくかが期待されています。あなたは EV シフトしても地球温暖化は収まらないという意見についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。